三井交渉から1914年12月8日は、日本の実業家。三井物産社主、東進倉庫社長、三井銀行監査役などを務めた。別名、竹之助。三井五丁目家初代当主、三井高吉の旧男。1876年三井物産が創立されると、同社社主に就任。1877年には、深川良造、渋沢栄一。 三井孔明、増田隆三野村利介、小室忍、木村政官、小松明、福地源一郎、渋沢希作と共に、東京株式取引所の設立に当たった。1898年三井銀行監査役。1914年東新倉庫社長。三井鉱山監査役等も務めた。三井隆明、三井隆弘は2位。妻は、吉田清成の娘。 家徳は三男の三井子明が継いだ。目掛け多く、長男の高瀬は、身受けした、新橋芸者の蔡三との子で、京都の中川元蔵の養子となった。長女の三男も、諸子で、三井高密の妻となった。三井物産、挑戦と創造、三井物産100年の歩み渋沢写真データベース、東京証券取引所、東京証券取引所20年史。 渋沢社真データベース、東証アローズ県がペイ日本取引所グループ、三井銀行、三井銀行50年市、渋沢社真データベース三井倉庫、三井倉庫50年市、渋沢社真データベースハット AB、三井武之助人事、更新録データベースハット ABC 三井幸明、人事更新録、第8版、昭和3年7月、平風一般、地区私の実例、 黒岩瑠孔、現代教養文庫、社会思想者、1992年、P54。ありがとうございます。